私は去年お母さんと伊勢島に行きました。綺麗な電車に乗って行きました。そこで船にも乗りました。伊勢島でトマトのラーメンを食べました。夜は和牛を食べました。 とても美味しかったですデザートもありましたよこれは日本のおまんじゅですこれはエビのソフトクリームですちょっと変だったので食べませんでした次の日、海に行きました海はとてもきれいでしたがちょっと寒かったです え秋だったのでもみじがとてもきれいでしたみんなも日本に行ってください。以上。